神山先生。ほー、またですね、ショートムービー用に、はい、ためになる話をお願いできますか？ためになる話ですか？はい、うん、それでは季節的にもそうですし、はい、今そうですね、暑くなってくるので、はい、熱中症予防になる、うん、温冷浴なんてどうですか？ぜひお願いします。はい、じゃあ温冷浴についてお話ししていきたいなと思います。はい、ですね、こういう症状がある方いませんかね、例えば顔がほてるとか、うん、体に熱がこもってるとか、はい、あとは吹き出物がある、ね、美肌になりたいとか、なりたい、あとまあ便秘とか、うん、不眠とか、通常だったら頭寒足熱、ね、頭が寒くて足があったかいよっていう状態がいいんですけど、逆の頭熱速乾になってる方とか、うんうんうん、あとはストレスが多い方とか、はい、あとは生理不順の生理痛がある方、はい、自律神経の乱れがある方、うん、代謝が悪くて足がむくむ方、うん、こんな方にですね、うん、こういう方たちのトラブルを全て解消する方法が温冷浴です。素晴らしいですね、うん、素晴らしいです。で、本当に、まあ、温かいお風呂に入るってことは、うん、副交感神経優位になります、うんうん、で、冷たい、ね、水風呂とか冷たいシャワーを浴びるってことで交感神経優位になります、うんうんうん、で、私は毎日これをやってるんですけれども、はい、やり方というのは、まあ、湯船にちゃんとこう肩までね、肩の、まあ、首ぐらいまで使っていただいてですね、はい、しっかりと温めて、で、水シャワーをね浴びていただくと、うんうんうん、いうことなんですね。その時に、首とか、液化とか鼠径とかリンパのところをしっかりと冷やすようにしていただくというものなんですね。はい、ですがこの温冷浴っていうのは、苦手な人ほど、うん、あ、もう水風呂とか私無理ですとかいう方の方が必要なんですね。そうなんですね。なぜかというとですね、苦手なのがそもそも湯船に長く浸かるのが結構苦手だったりします。これなんで苦手なのかって言ったら、顔がほてったりとか体の中の熱っていうのは心熱って言うんですけど、心熱がこもっている状態なので、うん、長く湯船に浸かることができない。あ、苦手というかできないんですね、うん、できないので、だからもちろんその後に水風呂に入ることなんてできないんです、うんうんうん、ただその先ほども言いました顔がほてる方ね、うん、通常だったら頭寒足熱なのに頭熱速乾の方に、うんうん、非常に有効的なんですね、うんうんうん、なので心臓とか基礎疾患がない方であればですね、しっかりと首まで使ってでしっかりと水風呂に入っていただく、うんうん、その時は根性です。根性ですね、はい、うんうん、根性で入っていただくと、うん、で入ると熱が抜けていく感じ分かります。面白いですね。はい、で、私も、去年ですね、従業員の子供を連れて海に行った時に、子供たちには水分取りなさい、熱中症になったらダメだから帽子はかぶったの、いろいろ言ってたんですけれども、うん、私はですね、朝の8時から夕方の5時ぐらいまで一切水分取るのを忘れてたんですね。そうですね、ずっと海の中にいてはりましたもんね。そうそう、海の中にいて子供たちに水泳を教えてたんですね、うん、バチャバチャとかやってたんですけれども、うん、それで忘れてたんですが、もう全くしんどくなったり、その後気分が悪くなったりとか、熱中症のような症状っていうのは本当にないんです。一番元気でしたもんね、はい、普段から365日春夏秋冬ですね、冬も、含めて、しっかりと温冷浴をしているので、熱を外に逃がすということができるので、うん、そういう熱がこもったりとかしていないので、うん、まあ、通常の夏とかで今も暑くてもうすごいしんどいって皆さんおっしゃるんですけども、夏は夏で楽しんでます。大事なことですね、楽しむって、うん、この暑さも楽しむ、うんね、まあ、冬の寒さも楽しむ、うんうんうん、もちろんこう夏だけじゃなくて冬場とかもですね、寝るときに足が冷たいとか、お風呂湯船しっかり使ったのに足が冷たいとかあるんですけど、これも温冷浴していれば中から熱をちゃんと外にね、足を温めようと思ってくれるので、うんうん、自律神経のバランスが整うので、
だからしっかりとそういう熱を発散をちゃんと必要なところに行ってくる、行き渡らせてくれるっていうこともできるので、うん、本当に春夏秋冬必要なことなんです。うん、なるほどですね。うん、まあ、皆さんもぜひ温冷浴っていうのを、はい、この夏のこの今の季節だからこそしっかりと試してみてください。わかりました、やってみます。ありがとうございました。ありがとうございました。またね。